あなたのじゃあ三十何年もやってきて、まあ相当な強化になったんだけど、ああ、分かった。でも完全に、うん、そう、前から。あ、成長の家の教えるところの本当の幸福とはじゃ何？どういうな、どういうことになることが幸福なの？そっち行きますか。じゃあ、はい、もう、こう、今考えよった内容が、どんどん話が飛ぶんで、今、とりあえず、ちょっと、こっちが一生懸命ね、うん、あの、正治さんの証言と思われる、本当に言ってる著作から引いて言おうとしても、それを、ああだこうだって受け付けないなら、もうしょうがないじゃん。あなた自身が、その、実相、いわゆる成長の家で得たところの、また教えてるところの、本当の幸福の状態をまず教えてください。どれを目指してる？何を目指してる？どうなることが絶対の幸福なの？ちょっとその今口頭継承用というかそれから順番に言わせてもらっていいですか。じゃあその根本の方にはさ、ああ、はい、で一応だから今だからここじゃないけども、うん、ちゃんと口頭継承の意味がここに書いてあるわけですよ。まあ、ちょっと長いけど、まあそこできちんと正治先生から、あ、正治さんから清張先生にどう継承されたのかと。だからここを書く必要があったということは、要するに反対する人もおったわけですよね。これ読まないとこれ読まないですね。音読しますね。法統継承の真に谷口清張、御心のままに、本日は満92歳になられます谷口、正治先生の記念すべきお子誕生日であります。しかしだ、いや、まだ生きてらっしゃるって意味だね、この時はね、はいはい、しかし残念、この時亡くなられた時です、誕生日、人間は死なないがために、ああそうしかし残念ながら先生はお隠れになられまして、この地上にお姿を拝することはできませんが、私は今日この良き日に新総裁として御心のままに就任させていただきました。あ、そうか、亡くなってから総裁になってんだ清張さんもね、はい、で一言ご挨拶を申し上げます。清張の家は宇宙の大真理をお伝えするという使命を持って、谷口正治先生が昭和5年にお始めになられましたが、この御教えは実に尋問であり、筆舌に尽くすことはできません。いわゆる不流文字と言われるものであって、イデオロギーや学説とは全く違います。したがってこの条文を読めばよいというものでもないし、この書物を十分研究すればよろしいというような驚愕とは違います。ところでこの度消防現像を読むという本を法統継承記念の出版として出させていただきましたが、この橋書きの一部をご紹介したいと思います。昭和60年6月17日我が谷口正治大聖師は卒然として霊界に旅立たれた。同年7月22日総本山において盛大に追善供養祭が執り行われ、孫子の御魂を天界高く見送り申し上げ、かつ、ご分骨をいただいて翌日帰郷し、7月29日納骨祭を営ませていただいたのである。ご本骨は総本山城内域内にお祭りすべく、その奥付きの地点が定められ、昭和60年11月22日孫子もし ご在世で荒らせられたならば、満92歳のご生誕をお祝い申し上げるべき日に清張の家総裁の法統承継の祭りが行われることになった。本書はこの日の、記念出版として上司されることになった上巻である、うん、この消防現像という著作は道元禅師のお書きになられました筆跡の名著と言われているものでありますが、非常に深く長い内容のものでありますから、上中下の3巻に分けて出版させていただくことにいたしました。免授による継承、なぜ私がこの消防現像を出版記念の書物として選んだかというと、本書の中で道元禅師は詳しく着々僧正の真意を述べられておるからである。もちろん消防現像という実相をあらゆる角度から解き表すとともに、古物心や免授についての本義を示されている。これは本文をよく読んでいただかなければならないが、生命の実相やその他の谷口正治孫子の書物を読み、深くその真理の奥義に魂を揺さぶられ、弟子と言ったりそうでなくても会員として幹部活動した人はたくさんいるのである。その中で我こそは孫子の御教えを正しく継承するものであると考える人もいるに違いない。しかし法大法の継承というものは自分がそう思うだけでは成り立たないのである。それを、道元禅師は免授の巻で詳しく述べられ、師と弟子とが対面して、師がそのことを認可しなければならぬ、弟子が勝手に自分で決める問題ではないと教えられるのである。もちろん世間様が決めるものでもないことは言語を待たない。ところで
谷口正治尊師は立教の当初から清張の家は一宗一派の教えではなく万教規律の真理を伝える超宗教であると説いてこられた。世の中にはいろいろの宗教や宗派があるが、その中で説かれる教えの真髄は本来共通のものではなければならない。それを大法といい真理とも言うが、その共通の真髄を伝えようというので清張の家が創始されたのであった。それゆえ我々は清張の家を一宗一派の宗教であるとは思っていないのであって、これは立教当初からの根本方針である。したがって仏教の経典やバイブルや古事記等々の原点からも教えの真髄を引出して解説したり布教したり行事たりするのであるが、この正法眼蔵も消毒すると実に素晴らしい普及の大真理そのものが実に麗しい美しい言葉で表現されているので感動する。世間では正法眼蔵の著者たる道元禅師を禅宗の祖師と仰ぎ、かつまた永平寺の開山と認めているが、本書でも道元自身は禅宗などというなと教えられ、そんなものは釈迦の教えられた故障ではないと一宗一派を完全に否定しておられるのである。この点も万教規律の立場で極めて通ずるものがあるので、私はこの神経の書正法眼蔵を現代人に分かりやすく、しかも正しくその本意を伝えたいと昭和48年から筆を起こし、精神科学史と史上に連載し始めたのである。これは現在も続行されている。するといつしかこの拙い文章が谷口正治尊師の目に留まり、昭和50年11月号の清張の家史上で次のように批判していただいたことがあるので、教区の限りであるが次に転載させていただいて、本書この端書きの締めくくりとさせていただくことにしたいと思う。摂理による出現、以下は孫子の御文章の転載の部分であります。主上こう尽きてこの世のヤクルトを見るときに我が、これ受領本じゃないか、時にもう我が浄土は安穏なりと釈尊が法華経の受領本中で説かれたその百千万の画像の幾変遷の骨数を過ぎても経ても砕けず滅しない安穏なる実相の浄土に釈尊と共に生き通し生き続けている私である。釈尊は受領本の中で我諸々の衆生を見るに苦目に持つ財政ゆえにために身を現実してそれをして活動せしむと説かれて、決して死ぬではない死ぬではないと説かれているのである。私も決して死するのではないのである。身を現実して活動せしむる摂理であり、摂理に従って現象界から姿を隠すだけである。その時が来るのは自然の理であるのである。しかし私が姿を没する時が近づいた時には、すでに私の後継者が十分の力を備えて摂理によって出現しているのである。精神科学史に掲載されて連載されている谷口翔、清張先生の正法眼蔵の解釈を見て私は驚嘆しているのである。道元禅師の難解な、禅師特有の心臓語とも言うべき普通の辞書には見られない用語を一語も一句も飛ばさないで、それを釈しながら現代語で実に分かりやすく、生命の実相の鍵を持って真理を解いていかれる清張先生の力量というものは、単に学者の学を持ってあれだけ解けるものではないのである。悟りが元にあって、それに霊界からのインスピレーションが加わっているのである。このような後継者が選ばれて出ているということは人間界の計らいによるのではないと思う。私は安心して私の後を継ぐものでもありとして、安心していつでも涅槃にいることができるのである。しかし私は滅するのではない。常に領受線および世の諸々の住所にありで、いつでもアフリカにでもカナダにでもブラジルにでも姿を現して主張を強化するのである。これは私が読むにはもったいない教区の限りの言葉でございますが、後継者としての私は免受によってそう決められたのであるということを皆さんにお知らせするために厚かましいようでございますが、以上朗読させていただきました。とこのことまだ疑問どうしましょうか。まあその意味は理解できたらという、まあ一応そのための冬文字のさっきの説明と、うん、もう一個説明があるんですけど、まあ、今ので理解できました。できなければ、最後で読むと思っている。古い文字か。古い文字の継承。世の中には継承ということを何か誤解している方もいらっしゃいまして、谷口正治先生のお時になった一言一句をその通り、また繰り返しお伝えするのであろう。かのごとく思われる方もおられるかもしれませんが、実はそういうものではないのであります。つまり、教えの真髄の古い文字をお伝えいただき、それを継承するということでありまして、これはお釈迦様が領受線上において、箇所尊者に、我に正法眼蔵、へぇ、涅槃妙心、実相無双の微妙の訪問あり、まが箇所に付属と言われたとき、
これ知ってる、その言葉は知ってるけど、どこにあるか知らない。この経典が、実は義経だって知ってる、はい、知らないです。義経なんですこれ。あ、義経、そう、経典の名前は何ですか。これ有名な話ですよ、はい、消防現像涅槃の妙心でしょ、はい、これがお笑いなんだよね、うん、こっちからいくか。今日の宗教仏教仏典研究学的に言うと、涅槃の妙心でいくか。完全な義経なんだよね。内容根拠に義経って言うんですか。あの大乗、あの戒厳借教録っていうのと、から上限かな、借教録っていうのがあって、そこに全く載ってないんですよ。その時中国って、うん、中国で訳経された書物、あの仏典ってのはみんなそこに載ってるのね、ところがこれは日本で作られた、日本じゃないね、中国で作られた、禅宗を正当化するために後々作られた禅宗側の義経なんですよ。大蔵経には載ってますか。大蔵経って、その今言った大蔵経に載ってないんだよね。あ、大蔵経に載ってない。その今の上蔵元、あの戒厳借経録と上限借経録ってこう時代が分かれて2回あるんだけど、そこに載ってない。これ何が出てるの。明治かなんかに編集されたような、こう経典を全部集めたような本があるんですよね、大蔵経っていう。それはあの真、あれは真なのね。ずーっと昔からあるんですよ、あれ大蔵経いう、うん、それがこういろんな系統でずーっと中国から伝わってきてて、でそれを一番最新っていうか一番近い時にまとめたのが大正だよ。大正親友大蔵経だ。大正5年ぐらい、うん、そうそう、あれが一番の、まあ、新しいやつね。それには載ってる、載ってるかもな。ちょっと待ってね、これね重要なとこだから。そうですね、義経、うん、なんだったっけね、反応し今なんて書いてあったっけな、どれか消防、あ、やっぱ消防現像でいいか、消防現像でいいか。水宝、まあ、普通は元像というのね、普通は小あの仏典読みでは現像だよ。あのほら時代を大事にするんだよね、はい、いつの時代の、あの漢字なのかっていう、これかな、あ、違う、あれなんでずっとこんな大事なこと、こっちに行くか。これもね、大梵天皇文部決議経、はい、これだ。大梵天皇ね、大梵天皇、はい、に問う門、はい、仏、はい、で決する、はい、疑う経、はい、で、はい、これまあもう今本当に定説になっちゃってるけど、ええ、一応まあ軽薄とは言われるかもしれないけど、ウィキペディアにももう載ってて、ええ、でこうなってますね、大梵天皇文部決議経、大梵天皇文部決議経には全24章のものと全7章のものとがあり、互いに証明も内容も異なっているが、両方とも我今日涅槃の時至る、我如来今は、苦滅せず、ん、久しく滅度せずかなど登記されており、釈尊の死の直前に説かれた経典であるとされている、はい、しかしパーリ語、パーリ仏典のマファーパーリニッパーニッバーナスッタンタ、まあ、いわゆる簡訳阿言経典の大発涅槃経などによれば、釈尊の死の直前期には迦葉は釈尊のそばにおらず遠隔地で修行していたという、これ有名な話だよね。だからご葬儀が
穴が到着するまで、あ、箇所か、到着するまで待ってろっていう話だった、うん、その間、在家で少しこう、なんか、まあ、準備しとると、うん、いうのが結構、それが史実なんだよね。うん、でそれはもう中村はじめ先生もそういう説でちゃんと解いてる、ね、有名な仏教学者だよね。あ、玄って言うと。そうそう、うん、中村玄ね。で、まあ、釈尊の死の直前期には、箇所は釈尊のそばにおらず、遠隔地で修行していたという。当然ながら箇所は釈尊の臨終の場にも居合わせず、箇所は釈尊の死を知ったのは釈尊の死から7日後のことであると、まあ、そう伝承されていると、うん、つまり上記パーリー仏典などの内容を信ずるならば、年下未生、これはね、花の伝説は明らかに史実に反しているということになる。史実には反していることになる、うん、また禅宗は中国において東発の道心、西暦580年から651年の頃から盛んであったが、それより後世に編纂された漢訳仏典の二大目録である、あ、これだ、漢言釈教録、それがさっき言った漢言開言釈教録ね、はい、や上言新定釈教目録には、大梵天皇文仏決議経は記録されておらず、中国への伝来時期や訳者も不明であると、うん、以上の事実により、今日では大梵天皇文仏決議経は年下未生の伝説を根拠づけるために中国で創作された義経であるとされていると、うん、まあこれはもうほぼほぼ定説ですね、うん、どうしようもない定説だから、まあ、それを根拠にだよ、この辺のこと、論文はだからもう根拠失ったってことだよね、ここはね。ああ、分かった、まあ、その上で今読みましょう。でも、あ、はい、ね、その上で一応読みましょう、うん。